はい、どうも、さんまちでございます。明日ですね、3月20日の日曜日は、初の、オフ会、サイクリングオフをやりたいと思っております。まずはですね、イザルコマックスというですね、フォーカスの最上級バイクに乗る HB さん、それからですね、我が親友の一人であります、鍋さんという方と、あとですね、数人もすでにね、参加表明されてくれていらっしゃる皆様、ありがとうございます。ですね、皆さんと一緒に走りたいというふうに思っておるんですが、一つだけ問題がありましてですね、私、サンゴ8TV、ですね、一つだけ本当に申し訳ないんですが、先週ですね、お尻の方の、手術をしまして、それの経過がですね、あんまり芳しくない状況でございます。もちろん朝は参加しますし、皆さんと走る予定ではいるんですけれども、ちょっとですね、ルート全部を走るっていうのはちょっと厳しいかなというふうに思っております。ということで、先導はですね、我が市の、HB さんをはじめですね、いらっしゃいますんで、その辺は心配なしでお願いしたいというところと、最後ですね、一周回ったところには僕しっかりおりますんで、その辺だけちょっとご了承いただきたいなというふうに、思っております。大変ちょっとご迷惑をおかけ、いたしますが、明日ですね、3月20日日曜日、みんなで楽しみたいと思っておりますんで、その辺一つどうぞご了承くださいませ。ということで、明日はよろしくお願いいたします。以上、358でございました。明日は、朝、9時頃に出発予定でおりますので、一つよろしくお願いします。場所はですね、愛知県稲沢市にある神戸宮駅近くの次郎丸のローソン、次郎丸ローソンでございます。一つよろしくお願いいたします。以上です。